パリ7区の1パリ7区の 1, パリ,区の1パリの7区は、フランスの首都、パリ市を構成する20の行政区の一つである。第7区、パリ7区とも言う。市のほぼ中央、1区の南西に位置しており、セーヌ川の南岸に面している。パリの7区は、市のほぼ中央にある、行政区。パレブレボン区と呼ばれることもある。区域は、線形に近い形をしている。 セーヌ川の南岸に面しており、チュイルリー庭園や、グランパレ、シャイオグーの対岸にあたる。人口は、56,985人、1999年。人口の推移等詳細については口述。ホテルでロッシ,ェシュ種は、リュデグルネル、グルネル通りにある、ロッシュシュはール試作家の館。現在、国民教育、高等教育、研究所が入居。 ラメゾンデラチミエ、リュセイント、ドミニク、サンドミニク通りにある科学会館。かつては、ラ・トゥール・ドーベルニューシシャクカやラ・ロシュフー・コー・コ家シャクカの館だった。区の名称は、市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、各区に付けられた番号を元にしており、東区はその7番目にあたることから、7区と名付けられた。フランスの政治。 行政の中心となる機関が集中しており、国民議会、外務省、国防省などがあるほか、国際機関としては、ユネスコの本部がある。また、エッフェル塔、アンバリッド、オルセー美術館など、世界的に有名な施設が多く存在している。周辺のアンバリッド地区、フォーブール、サンジェルマン界隈は、旧貴族の大邸宅が集まる貴族がいないし、 高級住宅街として知られている。ブルボン宮殿など、貴族の皇帝、館が立ち並ぶのは、かつてヨ君類15世の摂政オルレアンコーフィリップ2世が、ベルサイユからパリに宮廷を移す際、伝統的貴族街のマレ地区がすでに過密だったため、セーヌ川ウガン、フォーブール、サントノレ界ワイともに、当時は、樹木が茂り広いスペースの取れた、 このセーヌ川相模一帯が選ばれたのが始まりとされている。世界最初の百貨店とされる、ボンマルシェ百貨店も7区に所在するが、サマリテーの百貨店はパリウガンの1区に、ギャラリー・ラファイエット、プランタン百貨店はそれぞれパリウガンの9区に所在する。なお、セーヌ川に沿った地域のうち、家流しより上流はパリのセーヌ川市として世界遺産に登録されている。 パリ7区の詳細地図、ジュール・ラビロット作、イムーブル・ラビロットの、プラーク・アントレーデ・エル、イムブル・ラビロット AU29 アベニュー・ラップ。7区は、パリのほぼ中央部、1区の南西に位置している。セーヌ川の南岸に面しており、市内では、川の安局部が最も北に突き出た区域である。面積は、4.09平方キロメートル。北東から北西にかけて、セーヌ川を挟んで、 同じパリの行政区である1区、8区及び16区に接している。東は、セーブル通りなどを境界として、6区に接している。サンジェルマン大通りが、三類島から5区、6区、7区を通り、コンコルド橋まで続く。西から南にかけては、シュフラン大通りなどを境界として、15区に接している。パリ7区のカルチエ小サイズパリの行政区は、 それぞれ4つの地区に区分されている。7区を構成する4地区の高度と名称は次の通りである。7区の人口は1926年に11万684人となりピークに達した。しかし、その後は減少を続け、1999年には約半分の5万6985人となった。 2005年の推計では55,400人と見積もられており、人口のさらなる減少が見込まれている。人口の減少とともに、人口密度も減り続けており、1999年の人口密度はピーク時の約半分の13,940人となっている。20区のうちで1区、8区に次いで3番目に人口密度が低く、 パリの平均人口密度の0.6倍である。人口の推移の詳細は、次の通りである。マドレーヌ寺院からのロワイヤル通り、コンコルド広場及びセーヌ川を挟んだ、ブルボン宮殿の長めセーヌ川に架かる区内の橋は、次の通りである。サンジェルマン大通りやラスパイユ大通り、バック通り等が交差する。 ルネシャール広場パリの広場はしばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の島を道路が周回するロータリー上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分はオベリスクや緑地等に利用されている場合もあり、エトアール外線門があるシャルルド・ゴール広場は世界的に有名である。7区の広場や交差点には次のようなものがある。 ありがとうございます。